乗り物タウン。ガシャキン、僕もっともっと乗り物に会いたいっピ。みんなも乗り物と友達になりたいよね。それじゃ乗り物に会いに行けるスポットを紹介しよう。今日は東京品川区にある百反歩道橋だよ。大崎駅の南口を出たら右へ向かうよ。乗り物ゴーゴー。左にある階段を降りて横断歩道を渡ってまたまた左へ。そこから5分歩けば百反歩道橋に到着するよ。ラッピー、上を見てごらん。おほー、新幹線だ。こんなに近くで見られるなんて嬉しいっぴ。すごい迫力だね。新幹線のすぐ横には横須賀線も通っているんだ。そして新幹線の反対側を見下ろすと電車がたくさん走ってる。この歩道橋からは大崎駅を出発した JR のいろんな電車が見られるんだ。本当だね。これは JR と相互乗り入れをしている東京臨海高速鉄道の電車だよ。そしてこれは相鉄線の電車。あれは成田エクスプレスだね。かっこいいな。ラッピー、今度は空を見てごらん。空？うわぁ、飛行機だ。真上を飛んでいくよ。ガシャキン、この歩道橋からは僕が大好きな新幹線にいろんな電車、そして飛行機まで見られてとっても楽しかったっピー。今回紹介したのは大崎駅のそばにある百反歩道橋だよ。